ジェネトーク。ジェネトークをお聞きの皆さん、ジェネレーションズの小森隼人です。関口メンディーです。さあ、なんと今週はオープニングからめちゃめちゃ可愛いゲストの方が来てくださっております。自己紹介よろしくお願いします。はい、マジカルマジカルの白雪凛と花森美月です。よろしくお願いします。ということで、マジカルマジカルの二人が来てくださいました。もうめちゃくちゃ可愛いというよりか、もう可愛らしいお二人が。可愛らしいよ、うん。まあ今回は凛ちゃんと美月ちゃんが、はい、来てくれたということで、マジカルマジカルはテレビ東京系列で毎週日曜朝9時から放送中ということで、魔法をかける戦士、マジマジョピュアーズに出演中の5人組ガールズグループ。はい。うん、はい、14歳と15歳ですよ。僕でさえも10年前ですからね、だって。そっか。めっちゃ若いねって考えるとね。いや、もう若いっていうか、まだ生まれたてって感じですからね。首も座ってないよ。まだ首も座って、やっと最近歩けるようになったんでしょって。ね、あ、結構前歩けるようになったの。はい、そうだよね。でもどう、みんな同い年ぐらい。一番上が、はい、中3で、中3、下も中2です。あ、中2、じゃあ1歳差だ。はいはい。どう、何の話すんの、楽屋とか。 TikTokあ、あのジェネレーションズさんのも見させていただいて。ああ、いや、いい、やめときな、そういう若いうちからそういうなんか、ね、やめときな、そういうの。なんでなんで、わかるよ、言わなきゃいけないプレッシャーもわかるけどね、そういうの染まるとね、楽しくない大人になっちゃうから、ね。そんなちゃんとちゃんと受け取ろうよ、ちゃんと見てくれてるでいいじゃん。だから我々はね、もうそういうところにいますから、やっぱり、うん、黒い黒い、複雑なところがあるじゃないですか。黒いよ、はい。最近あのおじさんだと何が流行りですか。おじさんだけどね、はい、結構中身は若いからね、はい、タピオカ好きだよ。タピオカ何好き、どころが好き。あのゴンチャめっちゃ流行ってます。あ、ゴンチャね。タピオカブームかな。みんな好きです。みんな好き、タピオカ。はい、うん、1週間前ぐらいから急に流行りだしたんです。キンキンだな。最近で、ね、最近も最近だな、それ。え、結構前じゃない。え、1週間前ぐらいじゃない。いきなりね、喧嘩やめてくれる。喧嘩出てるけど、うん。ということで、去年の6月にシングルデビューして行われたリリースイベントは、これまでに10万人以上動員ということで、人気急上昇。歌とダンスは DXPG が監修ということで、はい、やっぱそれは、じゃあ今まで自分がレッスン受けてた先生とかも見てくれたりとかして。はい、そうです。あ、そうなんだ。緊張しない？で、誰がメンバーの中だと一番緊張しいの？美月？うん。あ、緊張する。あ、本当に。あ、何緊張する、間違えるとなとか。なんか緊張しない時にすぐ絶対閉じるって分かってるので、あ、なんかそれで、ね、あの引っ張っちゃいけないみたいなのはずっと思ってるんですけど、うん、最近はこう緊張しすぎるとダメってことも分かったので。そうだね、難しい、うん、いや、初々しいよね、経験が。緊張しすぎるとダメ、でも緊張しないとダメ、どうしよう私って。俺そんな何年前に思ったんだろうな、俺だって。もう覚えてないよね、日記、日記読み返してみようかな、書いてないけど別に。ということで、そんなマジカルマジカル、2月13日にベストアルバム、はい、マジカルベストコンプリートマジカルマジカルソングスをリリースということで、この後詳しく紹介していただきたいと思います。ということで、ジェネトーク、今週もよろしくお願いいたします。それではここでマジカルマジカルから1曲聴いてください。では曲紹介をお願いします。はい、この曲は私たちのデビュー曲でもあって、サビの愛についてを繰り返すところはとても覚えやすいので、小さい子供たちから大人の方たちまで楽しんでいただける楽曲になっています。それでは聴いてください。マジカルマジカルで愛について。ジェネレーションジェネレーションジェネレーションジェネトークジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、今日はマジカルマジカルのリンちゃんとミツキちゃんと一緒にお送りしていきたいと思います。ではここからは2月13日リリースのベストアルバムです。マジカルベストコンプリートマジカルマジカルソングスについていろいろ聞いていきたいと思います。まずはこのアルバム、どんなアルバムになってるか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、今回のマジカルベストは、はい、初回限定版には MV やドラマの変身ダンスの DVD 付属版と、あのワンマンライブの完全収録の DVD 特番の2種類があります。それして新曲も入ったマジカルマジカルのコンプリートのアルバムになっています。どうだった、ベストアルバム作るってなると。なんか自分たちの曲がこんなあるんだってなんか嬉しくなった。あ、なるほどね、なるほどなるほど。あ、ってことはこれはマジカルベストに入れるために収録した新曲もあるのかな。そうです、はい。あ、何曲ぐらいあるの。2曲2曲2曲
難しかった曲とかある？やっぱりトイボーイです。あ、全部トイボーイ、ね、英語の歌詞なんですけど、うん、冒頭にラップがあるんですよ。はい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 。そこの発音といい、あ、発音ね、すごい難しかったです。そう、1987年リリースの名曲ですね、シニータのトイボーイを今回みんながカバーということで。誰だね、これを、なんだろう、どうだろう、初めて聞いた時、まあ初めて聞いた時やっぱ自分が聞いてないからさ、聞かされてさ、名曲ですって言われてもさ、聞いたことない曲が新曲にしか聞こえないじゃん、はい、なんかお父さんとかお母さんとかにさ、はい、話とかした、この曲知ってるとか。はい、お母さん知ってました。お母さん知ってた、はい、なんか、そうだよね、思い出す、あ踊ってた。それね、多分お母さん結構パーリーピーポーだったんだよね、結構イケイケだったでしょ。今度言ってみて、お母さん。わかりました。いろいろ多分教えてくれる年頃だと思うから。ちなみにおいくつなんですか、ご両親は。私のお母さんは52とかです。お兄ちゃんがいるのでそんなに高くないんですけど。うちの母親と一緒だ。もっと若い。私のママ、間違えた、お母さんは42歳です。42、もう来年じゃないですか。いや、来年じゃない、皆さん全然来年じゃない、全然来年じゃない。まあカバーもありつつ、うん、見どころもありつつ、いい曲だ。ラップが難しい、やっぱり歌より。はい、かっこよくできないと、あのラップって変になっちゃうので、うん、頑張れ。やっぱみんなの思うラップイコールかっこいいな、やっぱり。そんな感じ。クール、ね、あークールな感じね、はい、なるほど。今回のこのさ、ジャケ写、こういうのって撮影するときって結構わちゃわちゃしてるの、みんな話しながらとか、それとももうちゃんとここに皆さん座ってください、このカットでいきますよみたいな、結構キメキメな感じ。あ、でも意外と場所は結構決まってて、うんうん、あとはみんなそれぞれ個人ですっごい一生懸命ポージングしてみたいな。ちょっとまだ慣れてないって感じね。どっちの方が好き、ビシッと決めてる自分と笑顔な自分と。うん、笑顔が好き。どっちも好きです。どっちも好きね。もう素敵な回答だね。も俺もどっちも好きだもん。俺どっちかっていうとかっこいい寄りの方が好きなんだけどね、自分は、うん、かっこいいキャラだからやっぱり。どこやねんってことないけど。ツッコミがね、そして遅いから微妙な空気になっちゃうから、うん、こういう二人にならないようにね、うん、勉強してもらえばなと思うけど、ライブというかイベントの時って何曲ぐらい踊るの？愛について4曲。ああ、4曲。初回限定版には、はいはい、その、この間のワンマンの映像も入ってるってこと で、はい、で、そういうのってどうなの、ライブの時に。それも基本 PG の人が監修してくれて、はいはい、振り付けとか構成とか。キッズの統括やられてる伊藤先生、うん、ちょっとよくわかんないですね。そう、めっちゃお世話になってる。あ、先生、僕が初めてダンスを教わった先生ですね。そう、伊藤先生、俺がキッズで初めてダンス始めた時にの先生で、うん、もう俺の育ての先生ですね。その伊藤先生がじゃあ監修で見てくれて、はいはい、全部やって、もうほとんど全部、ね、全部。怖い、伊藤先生。初めて会った時はちょっとおおって、ね、怖いな、いちいち怖いんだよね。絶対いいかもしれない。絶対怒られるからあれなんだけど。でもどう、自分たちがライブやった時になんかどういうのでお客さんって反応してくれるの？一緒に踊れる系の曲とか盛り上がり。アルバムの中だと愛についてがあれなのかな。絶対友情宣言、絶対友情宣言が結構一番盛り上がる。そうなんだ。ポンポンを持って、はいはいはい、一緒に踊る、なんか、あ、そんなのあるんだ。手振りだけみたいな感じのがあるんですけど、会場には同い年ぐらいの人が見に来る。いや、3歳。いや、3歳から、はい、大体3歳から小学校低学年ぐらいまでが一番多いと思います。ああ、で、そこに付随してお母さんだったりとか、はい、お父さんだったりとか来てくれるっていうのは、はい、あ、テレビの影響でね、娘さんも。ああ、すごいね、テレビの影響ってやっぱすごいっすよね。特にそのヒーローだよね、だからね。まあそうだよね。え、声かけられたりとかする？街で子供たちに、ああみたいな。いや、あんま気づかれないです。前、なんかのドラッグストアにいたら、うんうん、なんかピンクと白と紫と青と黄色のコンパクトがあって、うんうん、なんかちっちゃい子がこれ見ながら、あ、これモモカの色、あ、これリンの色って指してて、後ろに実際に本人がいるのに全く気づかないっていうことが、あるよね、そういうのね。でもそういう発売日に CD 屋さんに潜入したりとかするもんね。自分たちがパニックになる。そうすると全く、なんなら買える自分の CD 買える全然買える。うん、そんなこともあるからね。え、でもどんな人にやっぱ聴いてもらいたい、このアルバムは。このトイボーイもすごいかっこいい曲なので、うん、同年代の子とかも好きなんじゃないかなと思います。
だから今後ともやっぱ小学生もそうだし子供たちもそうだし同世代高校生とかちょっと大人になりかけの女の子にも聴いてもらえるアルバムになってると。はい、はい、まあだからかなり幅広いアルバムってことですよね。そういう意味では、うん、テレビでもやってて、うん、それでもなおかつ女の子にも聴いてもらいたいアルバムということで、うん、じゃあ僕らもねぜひ聴かせていただいてこの汚い心を洗いながら曲聴いてみたいなと思いますということで2月13日リリースになりますベストアルバムマジカルベストコンプリートマジカルマジカルソングス、皆さんぜひともお聴きください。2月13日リリースです。ここからはリスナーの皆さんから届いたメッセージ、ふつおたをご紹介していきたいんですけども、ふつおた、聞いてくださる皆さんから、普通にメールをいただいて、うん、普通の質問をただ答えていくっていうコーナーになるんで、二、はい、人も。はい。じゃあ、せっかくだから読んでもらおうかな、じゃあ。任せじゃん。赤いとこ、赤いとこ読んで。ここ、ここだ、赤い、ここだけ、ここだけ。はい、はい。ラジオネーム。こうさん。最近、ママになり、カラコンを卒業すべきか悩んでいます。皆さんはカラコンについてどう思いますか？やっぱり裸眼でナチュラルの方がいいのでしょうか？あー、ママになった宣言ね。俺ママにならないからな今後は。まあまあまあ、まあ、ある程度大人になってっていう話か。話か、まあ、そうそう、まあまあ、あ、2人のお母さんはどんなお母さん？カラコンしてる？いや、裸眼。裸眼だよね。なんか私のママは私が物心ついた時ぐらいに急に目に入れ出して、カラコン？カラコン？そうです。でなんかちょうどその前にすごい目のでかい怖いお化けを見てたから、ママがそれになっちゃったのかなって思ったんですけど、あ、でもなんか全然グレーのカラコンしたりとかしてます。なるほどね。まあでも、まあ、でも今時ね、そういう概念はないかもね。なんかお母さんだからダメとか、そういうのはないかもな。でもちょっと前はだってもうピアスですらいいし、ね、ああそうね、確かに女の人でピアスもちょっとっていう部分もありましたしね、うん、もう俺だってネイルしてる女大嫌いだもんね。そうなの、うん、いいじゃん綺麗にしてて。あ、ごめんね、ごめんごめんごめん、あ、そうかそうかそうか、ごめんね、ごめんごめん、俺ねネイルしてる女性があんまり好みじゃないあんまりね、綺麗にしてナチュラルな子が好きというか。嘘、うん、結構イベントに来てくださるお母さんも髪派手だったり、うん、カラコンしてるのかなとか結構いらっしゃいます。あ、はい、そういう時代だよね。まあね、一個のファッションとしてそういうのも認められてて、うん、来てるからね、はい、まあだから、こうさん別に悩むことはないかな。なんかそれこそケースバイケースというか、うん、旦那さんと周りの人の勝手な評価なんで、うん、まあそこがうまく折り合いがつけられるのであれば。そうね、まあ場所はもしかしたら、ね、うん、行く場所によってまあ数はあるかもしれないけど ね、 ですけどね、派手じゃなければ。ああ、真っ赤とかね。真っ赤ならあるコスプレみたいなのじゃなくて、いきなりシャリンガンみたいな、そういうのがあるとありますけど、あんまり大丈夫、大丈夫、全然大丈夫です。なんかギャルとか全然いけるので、いける全然いけるっていうのは、まあ、難しいね。俺らがいけるっていうと伝わるんだけど、女の子いけるっていうとなんか伝わりづらい部分もあるんだよね、やっぱ全然あの見てなんかふわってならないので、うん、あの人はあの人なんだなっていう理解がちゃんとできるってことね、はい、ピンチ面白いね。どう、最後ギャルいける？何さんは全然、僕、私もギャルは全然いける。いや、いける口ね。ああ、なるほどね。このギャル、白ギャル、どっちがいける？あ、どっちもいける。どっちもいけるタイプね。続きまして、ラジオネーム、送りバントさん。突然ですが、もし自分が一つだけ使える魔法を持っているとしたら、どんな魔法がいいですか？魔法、こんなでも取材で死ぬほど聞かれてんじゃん。使える、魔法使いたい、何使いたいみたいな。何使いたいの？私は本物ガーネットを使いたいです。絵の中のものとか。うん、っていう顔すんねん。劇中のだから。劇中のやつね。ドラマの中にあるんですけど、うんうん、絵の中とか本の中とか、そういうものにかけたら、それが本物になるよっていうやつなんですけど。本物ガーネット？本物ガーネットっていう。本物ガーネット。なるほどね。あります？うんちゃん。私は、テレパシームーンストーンが使いたい。テレパシームーンストーン。テレパシームーンストーン。ってことは、なんだろう、超能力を秘めた月の石っていう人形ですよね、だって。その感じでね。あの、かけた人が思ってることが伝わるっていう。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。それは危ない。なるほどね。だから自分の気持ちが伝わるんじゃないでしょ、相手の気持ちが分かるってことでしょ、はい、
え、それ怖くない？危ねえ、子供だけの世界だから成り立つよ。もうそんな魔法大人使えたら大喧嘩だよ。そんなことやったら。何に使いたいですか、メイさん。変なこと言わないですよ。やめてよ。魔法かけたらその人がの服がパーンって弾ける魔法とかさ、そういうのやっぱ男の理想としてあるじゃないですか。かけたらね、はい、少年ジャンプであるぐらいだからね、やっぱり。そうだね、うん、僕はあれですね、渋谷ギャルストーンです。何それ、何それ。パッてた渋谷のギャルが現れる。一緒に遊ぶって。一緒に遊ぶ。それだってもうあれやん、もう今時流行りのアプリやもん。それだってもうそれも渋谷ギャルストーン。そんなんやばいね。泣いちゃった、泣いちゃった、泣いちゃった。渋谷ギャルストーン結構刺さってる。渋谷ギャルストーン欲しい。いやでも渋谷ギャルストーン欲しいっすね。いざという時に渋谷のギャルがバッと集まる。よほど楽しい毎日を。で、誰かの誕生日とかでさ、いやこれちょっと今日盛り上げたいなと思った時にパッとやったら、もう大勢のギャルたちが現れるところ。確実に盛り上がるでしょ、だって。盛り上がるっていうか、パラパラとか踊ってもらったりとかして。やば、知ってました、今日来ているゲスト中2と中3。忘れさ、これ俺忘れがちすごい。忘れがち。難しいな、魔法。僕っすか。僕スケスケスケルトンっていう魔法使いたいです。あれのスケスケクォーツっていうのがムーンストーンちゃん。スケスケクォーツ。だから喧嘩やめてもらっていいですか。俺らからしたら分かんないから、それ答えが。それは何、スケスケになります。スケスケになるの。あ、結構ギリギリの放送だね今の。スケスケになっちゃうの。一回、え、なんていう技だったっけ。スケスケクォーツ。じゃあスケスケクォーツじゃあもらおうかな。スケスケクォーツになりたい俺。スケスケクォーツになりたい俺。なりたい。魔法になりたい。魔法になりたい。いろいろな人をスケスケにしたい。スケスケ俺は、うん、スケスケツオーク自体になりたいね。クォーツ、ツオーク、クォーツ。あ、もうついていけなくなっちゃった。ツオークって、うん、ということでジェネレーションズ兼クォーツになりました。はい、という感じで、この番組では皆さんからのメールを大募集しております。メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードしてメッセージフォームからお送りください。ということでジェネトーク、この時間ふつおたをご紹介いたしました。それではここで1曲聴いてください。じゃあ曲紹介してもらってもいいかな。はい、トイボーイは先ほどお話しさせていただいた楽曲で、1987年にリリースされた、はい、シニータさんのトイボーイをカバーしています、はい、すごくかっこいい曲になっています。はい、マジカルマジカルでジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、本日はここまでとなります。皆さん楽しんでいただけましたか。さて、この番組では皆さんからのメッセージを大募集しています。メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードして送ってください。疑問質問何でも OK です。ということで、ここまでのお相手はジェネレーションズでした。